千鳥のクセスマホ。こんにちは、スクです。千鳥のクセスマホっていうゲームやります。芸能人のゲームってあまりやったことないんだけど、これはなんかクセがすごそうなんでやってみようと思います。すげえ怪しい雰囲気満点だな。というわけで今は5月30日の土曜日14時34分です。これはスマホの画面っぽくなってるけど、スライドでロック解除でいいのかな。わしは千鳥の野口や。わしら千鳥は東京に進出してやっと全国区の芸人になってきたのじゃが、未だに全国放送の大ふと冠番組を持てていない。わしらの実力からしたら全国放送で冠番組を持ってもいいはずなのに。なんでこんな顔斜めなんだよ。あと T シャツのオウって何なんだよ。ツッコミどころ満載。ツッコミどころ満載すぎるだろ。なんだこの衣装。あとちょっと若いな顔が。ただ相方大悟の人相が悪いんじゃ。懲役300年みたいな顔して収録に来るんじゃ。そのせいで冠番組がないに違いない。悪い顔してんな。なんでこんなに大悟の顔が怖いか考えると、大悟の生活習慣が悪いからじゃ。だからわしは大悟の顔を優しくするために大悟と約束したんじゃ。禁酒の約束を。今後全国放送で冠番組を持つまで必ず禁酒をすると。これ何食ってんだろうね。悪い顔っていうか面白い顔だけどな。じゃが大悟の顔は一向に優しくならん。大悟のことだから禁酒の約束を破っているに違いないんじゃ。こうなったら証拠を見つけて酒を飲んでいることを白状させてやる。信じてないんだな一切。大悟が楽屋を出ている間にスマホを覗いてやるぞ。ほう。ガシャン。何ガシャン。ああ、出てった男は。大悟が楽屋を出て行った。チャンスじゃ。わしは大悟のカバンに手を入れた。あったぞ。これが大悟のスマホ。第一章。章で分かれてんのか、このゲーム。大悟がお酒を飲んでいる証拠を探せ。これが大悟の、これが大悟のスマホ画面なの？ノブじゃ、なんで待ち受けがわしなんじゃ。大悟はわしのこと好きなんか、恥ずかしい。まあ、そんなことより、大悟が酒を飲んでいる証拠を必ず見つけてやる。待って俺よ、大悟。お、大悟の印象は化け。すげえな、出てきた。そうだな、カレンダーまず見てみようか。予定表とかなんか書いてあるかもよ。カレンダー、お、なんか予定があるぞ。4月の26日見てみる。ロケ仙台25日、これもロケ。21日マネージャー誕生日。大悟のやつマネージャーの誕生日を登録するなんて優しいとこあるの。お、なんか情報が更新されていくんだこれ。21日はマネージャーの誕生日。おっと、16日飲み会。飲み会じゃと？大悟のやつカレンダーにまで堂々と飲み会のスケジュールを入れよって許せん。見つけたぞ。見つけたぞ。こんな声だったっけ、ノブ。協定。OK、ちょっとバックで。もうこれでいいの？あ、でもなんか取り調べって左上に出てきたけど、証拠が何個もないと多分負けちゃうんじゃねえってことは、ちょっとメッセージ見てみよう。マネージャーやりとり。すげえ、なんか芸能人の携帯見てるみたいでなんか新鮮。お疲れ様です。明日6時入りですので遅刻しないようよろしくお願いします。了解じゃ。大悟さん起きてます？大悟さん。すまん、今向かっとる。何時に着きますか？7時じゃ。ダメじゃねえか、遅刻じゃねえかよ。今日はお疲れ様でした。今後は絶対に遅刻しないようにお願いします。分かっとる。明日は何時じゃ？5時30分入りです。早いの。え、ちょっと待って、ちょっと読み切れてない。もっと遅くならんか。なりません。それではよろしくお願いします。なるほど。研ぎ澄ませ、気が緩んどるんじゃ。遅刻なんてしてたら仕事なくなるぞ。こりゃわしが大悟をどうにかしっかりさせんといけんな。なるほど。大悟は遅刻癖がある。オッケー、ちょっと戻ろうぜ。これ山内って誰？今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。おう、大悟さん夜空いてません？恵比寿で美味しい焼肉屋があるんです。行きませんか？なんじゃと？すぐ連絡する。お前これ酒飲むんじゃないの？
焼肉屋なんか行ったら絶対大人は酒飲むっしょ。ノブとやりとりしてる。大吾、お主今酒を飲みに行っておらんか？なんじゃと？行くわけないやろ。ちゃんと約束は守っておるぞ。ならいいんじゃが、さっき恵比寿の居酒屋に入っていく大吾を見た気がしたんじゃが、言っとらん、わしは今家じゃ、心配しようなの。そうか、大吾に言おうに言っとったけどな、人違いじゃ、わしは家じゃ、家なんじゃ。そうか、な、これめっちゃ面白いんだけど。ポカリ川って誰？芸人さん？ごちそうさまでした。おう、明日空いとらんか？21時以降なら空いてます。そんじゃ、いつものところに行くぞ。はい。21時頃で大丈夫ですかね。おう。予約しときます。ノブさん来ますか？お主はバカか？ノブが来よったらわしが酒を飲めんやろ。あ、了解です。ノブが来よったらわしが酒を飲めんやろ。だと？これは完全にノブ来ているやりとりじゃ。大ごめこそこそ後輩芸人と酒を飲みよって。もうこれだいぶ証拠つかんだぞ。見つけたぞ。見つけたぞ。おし、ちょっと楽しいな。他の人のも見ちゃおう。原田。後でかけ直します。後でかけ直します。後でかけ、まだか？後でかけ、何これ？何この原田とのやりとり？怪しい。なんだろう。インフォな、インフォバツバツ JP ってなんだこれ。当選おめでとうございます。こちらから当選のお手続きを。いきなりなんじゃ？わしは何か当たったんか？スパムメールだろこれ。ソフトハンク。定額サービス、ギガ割のご案内。あ、さすがにこれは返信してないな。何か当たったんかつって。お、バツバツバツ、なんか電話番号だ。電話番号変えました。ああ、これもスパムだな。なるほど、こんなもんか。面白かった。写真見てみようぜ、写真。なんだこりゃ。何これ。丸坊主おねえ。何や、この写真は。何この写真。これは別に証拠にはなんないだろう。このノブ。爽やかだな。おいおい、またノブじゃ。わしの単品写真なんか集めてどうする。ここまで相方愛すごいと逆に怖いぞ。確かにノブの写真、いやいいわそれは。若いな、この顔若いよね多分ね。うん、なんだろう、散髪したてなのかな。なんか後ろのシルバーヘアにとか。うん、でもなんか上になんか野球のグローブがある。なんだろう、野球でもしてたんかな。若い写真。あ、これ、飲んだくれてる写真、これ後半に撮られたんじゃないの？これは、完全に酔いつぶれてる大悟じゃ。わざわざ大悟のスマホで撮って証拠を残すとは。誰が撮ってくれたか知らんが、ありがたい。日付は4月16日になっとる。おぉ。見つけたぞ。見つけたぞ。証拠。泥酔写真。4月16日。4月16日ってなんだっけ？おぉ、なんだなんだ？大悟が酒を飲んだ証拠が出揃った。早速取り調べ開始じゃ。おう、オッケー。あ、これ左上ね。よーし。大悟、ノブ、なんじゃ話って。ノブ、品種が順調にできてるか確認したくての、で、どうじゃ？絶好調じゃ。約束した日から一滴も酒を飲んじゃおらんぞ。そうか、それは感心じゃ。じゃが、お主の顔は怖いままじゃの。何を言っとるんじゃ、ノブ。わしの顔はどんどん優しい顔になっとるやんか。み鏡を見よ、み。な、なんやと？まあ、すぐには変わらんかの。酒を抜いておるのにおかしいの。有罪の確率 50%。 大嘘つくんじゃねえ。それか。そうか、効果が出るのはまだ先かの。大悟、本当のことを言ってくれ。どうしよっか。大悟、本当のことを言ってくれって言うとなんかすげえ正解には近づきそうだけど面白くなさそうだから真ん中にしてみよう。おぬし、あー、下がっちゃった。やべえ、めっちゃ下がった。そうじゃそうじゃ、わしは禁止をしてるからの。そのうちわしの顔も優しくなっていくやろ。しまった、大悟のやつこのまましらを切る気じゃ。どうにか白状させんと。しまった、失敗した。ズバリ聞くが大悟、飲んでなくても居酒屋に入ったやろ。これだな。お主居酒屋には行ったじゃろ。そうじゃな。もしかすると飲んではないが居酒屋に入ったような。どうやったかの。大悟のやつ明らかに動揺してやがる。わしは大悟の顔を優しくして千鳥の人気をもっとどでかくしたいんじゃ。
大吾、4月のスケジュールに飲み会を入れてたよな。4月のスケジュールに飲み会？何のことじゃ？え、証拠で追い詰めるんだ。カレンダー、カレンダーこれかな？これ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 。よし、この証拠に決定。よし。4月16日じゃ。なぜそれを思い出したか、大吾。確かに4月16日に飲み会はあったが、飲み会に行っただけで酒は飲んでおらんぞ。今時の居酒屋は飯がうまいんや。だから飯を楽しみに飲み会に参加したんや。大吾が酒じゃなく飯だと？そうじゃ、わしも東京に染まったんかの？染まり方が変だろ、それ。なんだそれ、ダセえな。その飲み会、わしをわざと連れて行かんかったんやろ？まさか、ノブはその飲み会の日は仕事があったんやろ？これは、確か、あれだよね、後輩とのやりとりだよね。ってことはメッセージかな。後輩ポカリ川とのメッセージ。これだ。後輩のポカリ川から聞いたぞ。ノブが来よったらわしが酒を飲めんやろって言っとったらしいな。え？なんじゃと？ポカリ川の野郎、わしを売るとは。別に聞いてないけどね、本人には。どうした大吾、まだ認めないのか？確かに酒を飲んだ。じゃが、一口だけなんじゃ。許してくれ、ノブ。一口じゃと？そんなら、もちろん酔っ払いはしなかったんやろな。当たり前じゃ。全く酔わずに家に帰ったわい。で、この泥酔の写真か。この証拠に決定。それはどこで？それはどこで？この酔いつぶれている写真は大吾やな。なぜそれを思っとるんじゃ。わしは大吾が酒をたらふく飲んでいること知っとるんじゃ。わしと約束したやないか。悲しいぞ、大吾。顔を優しくして全国放送の冠番組を千鳥でやるんじゃないのか。すまんの、すまんの。心を入れ替えて必ず酒を断つから許してくれ。絶対守るんやぞ。やったぜ。すまんの。最初のやつ真面目にやればよかったな。評価 B になっちゃった。まあ、いっか。次へ。